こんにちは、デント2025戦です。今日本当は200休憩 E231E233531 関連の配信動画を出す予定ですが、今回ちょっと企画を変えて、今日もフィギュアを買いましたので、ラブライブのフィギュアを買いましたので紹介します。今回はこちらです。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の長須かすみ、かすみんのフィギュアを購入しました。まあかすみは1年生ですので、まあこんな感じ、袋詰めしてるけどこんな感じ、かすかす、まあかすかすって言ったら本人に怒られますが、まあこんな感じで買いました。じゃあ袋から出します。お待たせいたしました。袋から出したこんな感じで、こんな感じです。まあこんな感じ。まあ愛病の上原愛夢ちゃんのフィギュアもマジで欲しいです。でも今回ちなみに500円です。前回ゲットした推しのグラザールビーちゃんのフィギュアと並べたら、まあちょっと背丈的にはまあこんな感じに、まあ手元にないけど高坂ほのかのフィギュアも持っています。まあ上原 M ちゃんのフィギュアマジで欲しいです。こんな感じです。まあアイプロのフィギュアは手に入れなかったけど、代わりにカスカスの長須かすみ、かすかすのフィギュアを手に入れて、まあこれでラブライブのフィギュアはさ、これで3体目になりましたね。まあこんな感じです。まあうん、長須かすみと黒沢ルビー、まあラブライブ大好きですのでね。最後はお台虹ヶ崎学園って言ったらお台場って言ったらゆりかもめ、あと臨海線もありますが、もさすがに臨海線の車両を持っていませんので、まあ代わりに埼京線と京葉線の車両を並べて、新木場に来る京葉線、有楽町線に来る車両や京葉線、埼京線とカスカス、ゆりかもめは持ってないけど、ラブライブ虹ヶ崎学園って言ったらお台場が舞台ですんで、今回はこんな感じで並べます。ちょっと並べ替えしましょうか。今回まあ新木場に来る京葉線と埼京線と並べ、あと房総の257と、まあお台場に来る JR 線っていう感じで並べてみます。ゆりかもめと臨海線は持ってないけど、埼京線の233は臨海線に来るので、あ、まあ ちなみにこれ新木場行きではありませんが、海老名行きにしてるけど、まあそういう雰囲気は出てるでしょう。まあこんな感じで並べ、最後はこんな感じで、カスカスお台、まあお台場のイメージをして、まあカスカスと有楽町線を走る車両、まあ新橋だから山手線や埼京線、京葉線を走る車両も合わせてここで提供しました。まあこんな感じですね。今回は、今日はちょっと E233JR 東日本の首都圏の最新 A シリーズを提供する予定でしたが、明日と今日投稿する予定でしたが、カスカスのフィギュアを買ったっていう関係上、こんな感じで、まあ企画、今日の動画配信の企画を変えましたが、明日首都圏の JR 東日本関連の車両を
明日投稿しようと思っています。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あとラブライブ大好きですので、特にミジベスのアイボンが一番大好きですので、またアイボンのフィギュアやラブライブのフィギュアやアニメのフィギュアを購入したら、また当チャンネルで紹介しますので、ご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。